そして2投目は前田敦子。果たしてスペアは取れるのか。のらりくらり。そこ。そこからですか。いいんですよ。早めのガーターでした。もうね、はい、ごめんなさい。いいんですよ。さあ、ということでチーム A は7点ということで、さあ続きましてチーム K。 ここでまたスペアのチャンスなのだが、どうすればいいんですか。前田さんは、自由でいいです。前田さん、くにゃ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 言っていただいて、いくぞ。くにゃりくにゃり、そう、それでいいと思います。はい、それでいいと思います。そうしないとチーム、チーム B が追いつけないんで、いい、気を使ってもらいました。ありがとうございます。さあ、チーム K、 放送できる程度でお願いします。はい、これはポケモンじゃないですか。ゆっくりでいいですかね。じゃあ、甘エネルギーはいいよ。さあ、中谷さん、どんな順番になりますか。前田さん変わります。私が1番になります。前田さん1番、2番は倉持さん、そして入山さん、そして4番中谷さん。はい、あ、さあ、絶対にガーターはないです。やった。どんな球になるんだろう。ガチャン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 ぶつかるのか。早い早い、もう行くもう行くもう行く。第8フレーム、チーム A1 投目は前田。前田さん行った。これまで1本も倒してないが、そんな前田が奇跡を起こす。前田さん行った。あれあれあれ、真ん中行ってんじゃん。前田の投球はボールウォールに一切触れず、これまでが嘘のようにど真ん中へ。踊りました。これいらなかったね。いらなかった。じゃあもっとかっこよかったのに。もうなんかもう、じゃあ編集で消しときましょうか。スーッとこれをね、モザイク、モザイクって言ったら、モザイクかけたらどんなボーリング。モザイクと俺の組み合わせはダメなんだ。逆転するにはここでやはりスペアストライクを取っていきたい。勝負どころのこの場面、そんな時でも前田はマイペースで。もういきますか。早いですね。あれ、曲がっちゃった。さっき真ん中行ったのに。でも次の人行きやすいじゃん。倒れたピンの数は5本。ということはだからもうこの段階でスペア出さないと負けです。前田さん今って言いましたけど、あなたほど考えないでボウリングやった人いないんですよ。まあ、私が投げる前に言ってくださいよ。さあ、何でしょう。その時もうやっちゃってんですもん。もう、こんな実況流せの人いませんよ。もうさあ、それではチーム A、 ここでスペアを取れなければ優勝はチーム K の手中に。さあ、倉持、ここでスペアを取れるのか。コース、いいか。運命の一投、その結果は応援してあげましょう。頑張れ頑張れと。コース、いいか。してあげましょう。頑張れと。倉持の一投はまっすぐピンへ。しかし惜しくもスペアならず。その結果、さあ、というわけで優勝はチーム K、 おめでとうございます。1位のチーム K に50ポイント、そして2位のチーム A には30ポイント、そしてチーム B には10ポイントということでございます。